お嬢、先方がいらっしゃったそうですぜ。お嬢、寝ぼけてるんですかい？ええ、ごめん。ここどこ？はあ？お待たせいたしました。八条東也先生でございます。失礼ながら先生で？ええ、私が八条東也です。週刊誌に先生のサイン会の件が載ってましたぜ。サングラスにマスクでがっちりガードした謎の男性作家って触れ込みだったはず。まさか女の先生だったとは。こりゃどういうわけで？あれは編集部の方に手配していただいた身代わりです。あのサイン会の時、後ろに待機していた海添が私でした。こりゃ驚いた。先生の作品は読んだことないが、多分あんた本人の方がよっぽどミステリーですぜ。読者など本を読んでいるふりをしているだけ。作者名とブランドだけで本を読み、読んだつもりでいる。彼らには私の本に何が書いてあっても何も読んでなんかいない。ただ今流行りの作品は欠かさず読んでいるとインテリぶるために、読んだふりをしているだけ。その程度の者どもにどうして我が身を晒せようか。ああ、汚らわしきかな、汚らわしきかな。なるほど、確かにあなたが八条先生のようですね。
後ろ宮エンジェさんのこともワイドショーでも随分いろいろやってましたから、私もよく知っていますよ。どうせろくな話じゃないわ。ええ、ろくでもない話ばかりですよ。気分一つで人を雇ったりクビにしたり、何でもお金で解決しようとする無法者の乱暴者だとか。違いねえでも私はあなたのような頭のいい人は嫌いではない。だから会ってくれたんですか？ええ、伊藤育九郎0576が私八条東也の別のペンネームだと見破ったのはあなただけ。実に見事なるかな。伊藤育九郎0576、おかしなハンドルネームだったわ。でも数字に直すと110億1996万576と読める。よくできました。実に見事。そんなあなただから私も直接会ってみたかったのです。ようこそ人の子よ、我が邸宅。
ンド・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチ読ませてもらいました。人の親族をよくも好き放題に殺せるものです。それが言いたいためだけにわざわざここへ？いいえ、違うでしょう。後宮家の最後の末裔よ。狡猾ですね。どうして？そうしてあなたは自分の偽書に神秘性と信憑性を与える。信憑性とは？それを得てあなたの偽書は真実に昇華される。昇華？愚かしい。そんなもの私の作品には必要ありません。なぜならあなたの作品は偽書ではなく真実だから？ええ、真実なのですから、消化など不要。あなたはマリアお姉ちゃんじゃない。ましてや、あの日の六軒島にも存在しない。なのに、どうして真実などとおこがましいことを。お嬢、頭に血が上りすぎですぜ。うるさいわね。私のどこがそうだってのよ。